おや、お客さん、こちらへどうぞ。彼女の才能は認めてるけど、腕前はまだ不安定よね。以前彼女に宴会料理を作ってもらおうとしたんだけど、トカゲとスライムの料理を試食して、私はその考えを捨てたわ。ダメよ。一つ食べただけで口の中が幸せで満たされて、たまりにたまったストレスが一気に吹っ飛ぶな。